はい、こんにちは、ズイフーさんです。今日は伊藤修子さんの運勢を見てみたいと思います。おっさんずラブ、ね、不思議な演技をしておりましたね。どういう運勢なのかということで見てみたいと思います。パッと見た瞬間、女対抗期ですかと、ね、いうことで。豊臣秀吉の奥さん、ねね、ね、おねですか、ねね、ね、まるでそんなようなね、配置をしております。時代は苦しい、ね、最初はね、貧乏だった。しかし、危ない橋を渡って、ね、その股の一夜城、ね、北陸からの、ね、柴田勝家と喧嘩しての撤退、ね、越前金ヶ崎のピンチ、ね、さまざまな危ない橋を渡ってきた、まさにね、戦国武将の奥さんということもね、言えるわけです。秀吉亡き後もね、苦労は多かったと。荒小姓の福島正則、ね、加藤清正、ね、まあ、子供のように育ててきた2人ですけどね。まあ、加藤清正は良かったですけど、ちょっとね、福島正則の方はね、幕府とちょっとね、険悪になってしまったということで、それもね、やっぱり象徴してるかなっていうね、ことは思います。ですからね、そういう苦労、ね、あるんだけども、そこを切り抜けるにはどうしていったらいいのかなっていうね、そういうところ、抜け道も知っている、ね、妥協案も知っている、ね、自分北の政所になった、ね、で、と、あの、徳川家康、ね、徳川家康ともよく話し合いをした、ね、そして、まあ結果的にね、関ヶ原になるんですけども、結果的に大働きしたのは旧豊臣の家臣、ね、特に福島正則などね、荒小姓たちでした。ですから、秀吉も死んだ後もね、かなりの影響力を持っていたということですよね。まさに戦国に生きる女武将、ね、そんなようなね、運勢なんです。だから、もしね、女対抗期みたいな大河をやるときにね、主役に抜擢あり得るかなと、ね、そう思いました。ですから、男性が志を持ってね、何かをやる、それを支える、ね、旦那さんにアドバイスできるかどうか、そういうことになってくると思います。できるかどうかで、上げまん、下げまんと。簡単な、もう、ね、全部の説明もすっ飛ばしてね、もう一言で随風さんは片付けちゃいますけど、極論で時々説明してますけどね。そういったことでね、アドバイスできる。そういう女性であると。だからまあ、最近の問題では小室圭さん、ね、もう少しね、上げちんであれば、この難局はうまくね、切り抜けるはずだったんです。ね、どっかからね、なんかローンかなんかね、貸して、まあ、借りて、パーンとね、お金返しちゃって、それでもう、パッと、もうスパッとね、結婚しちゃえばいいわけなんですけど、ね、もうそれはもう済ませましたからとかね、言っちゃうみたいなね、そうじゃないでしょうみたいなね、そういう対応ですよね。対社会に対する対応、それができるかどうかね。ですんで、それができる、だから傍らに伊藤修子さんがいたならば、こういう場合はこういうものよと。だから、K さん、これはもうね、どっかからもう借金でもして、もうあなただったらもうね、
車1台買えるようもな、買うようなもんだから、もうパッとやってローンにしてしまってね、スパッともうやりましょうとね、いうような対応ね、あのそばにいて言ってあげられるはずです。ですからその違いですよね。だから例えばその宮沢りえさんがね、あの貴乃花とね婚約破棄した時もね、いやどうなるんだろうね、まあ、その時にね一番不安だったのはね、アドバイスしてあげる、どうすこういう時どういう社会的振る舞いをしたらいいかっていうことを、要するに宮沢りえさんが知っている女性であればね、あ結婚したのかなと思います。ですからそこの差なんだなっていうことはね思っております。そういった意味でね、伊藤修子さんの場合言ってあげることができる、それはもうお父さんを見てね、教えられてる、もしくはその後ろ姿を学んでいるということでございますので、ね、立派に対応できると、ね、立派に対応できるけども、多少はねまあちょっと荒治療もしますよと、ね、荒っぽくやりますよということもねできるのが伊藤修子さんで、あんまり穏便にというわけではいかないんですね。多少手荒な真似をする、じゃあもう柴田勝家もうまくいかないだったらもう帰っていらっしゃいと、ね、あなたって言っていいよってね、覚悟もね持ってきたらもう切腹って言うでしょうけど、今ね信長あの忙しすぎて切腹なんかねさしてる暇ないんだからって言って、また泣きついてくるに決まっておらわよって言ってね、きっとそんなことを言ったんじゃないかなってね思います。ですのでね、ちょっと荒治療もやるね、危ない橋も渡ってくる、そういう戦国乱世を生きるね、考えてみればおっさんずラブもまあなんかそういう大変な話ですよね、あれはね、まあ違った意味で大変なんですけどね、そこにねまあ名脇役としてねちょこっとちょこちょこっと来てね、なんか重要なことをねスパッとこう言っていく、そういう OL の役でしたけど、かなりね印象深かったです。ということで次は女対抗期かなってね、もう運勢見ながらね、ああなるほどと思ったわけです。しかし強みはそれだけではありません。強みはそれをね深刻なドラマでもコミカルにできるというね、そういう特徴を持った女優さんなんですね。ですから長澤まさみさんがそうですよね、同じ運気です、あの運勢持ってますけども、どういう女優さんに成長するのかなってね、ずっと注目してきましたけど、ああだんだんこうなってくるのかみたいなね、コミカルになってくるわけです。この運勢でなんか恋愛とかなんか、どうするのかなってね、まあ実は思ってたわけです。でももうコミカルの方向にね、ラブコメディみたいなね、そういうコンフィデンスマン JP みたいなね、そういう風に持ってく、まあっていうとやっぱハマり役になってくるってことですよね。ですからまあそういう女対抗期でも吉本新喜劇のようにね、笑いも入れ、ね、視聴率を取っていくと、そういう意味ではこれからねちょっと大河ドラマいけるかもしれないなってね思いました。ということでね、これからもね、頑張っていただきたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、さよなら。